今回はサンフレビギナーの私がサンチェ君について学ぼうということで、今回はなんとサンフレッチェの事務所にお邪魔しています。新コーナー、多分サポーターの3割しか知らないこと。このコーナーは私八幡がサポーターの3割しか知らないと思われるサンフレ雑学をクイズで学ばせていただきます。問題です。1992年に誕生しました我らがサンチェ君なんですけれども、サンチェ君は普段どこに住んでいるでしょうか。むず。三択です。三択、はい、優しい。1番、はい、賃貸マンション。おー、リアル。2番、居候。3番、山の中。さあ、やっぱり山の中だと思わせて、吉武さんの家に居候。不正解。半分正解、半分正解かもしれないです、ね。半分正解ですか。また居候というか、はい、うん、いたことがありますので。あ、本当ですか。はい、いや、その時呼んでください。遊びに行きたかったです。サンチェ君と鍋。そうなんですよ。居候してるんですか。いや、正解は山の中に住んでます。半分正解じゃないですね。ですね、そのたまにね、その山の中まで帰るのめんどくさいとか、はいはい、朝が早い時とかありますもんね、はい、そういう時はもうなんか帰るのめんどくさいなとか、そういうことを横でずっと言ってきて。めんどくさい時は居候するんですね。です、はい、じゃあ普段はもう森の中に帰っていってるんですか。そうですね、はい、じゃあ森の中歩いてたら会う可能性もあるということですか。そうですね、歌にもありますしね。あー、ルーヒー。どの辺りの山を歩いてたら会えますか。まあでもだいぶ山の中なんで。深いんですね。深いですね、はい、中国山地全体ですね。全体。家広いですね、はい、まあ、ただ中国山地の山頂目っていう地名があるらしくて。あるんですか。山地で曰く山頂目。はい、山頂目です。どこどこの岩とか、どこどこの何の木の3本目を曲がるとかっていうのは一回教えてもらったことがあるんで。行ったことありますか。行ったことあります、はい、どうでした。いや、家っていう感じではないですね。すごい気になるんですけど。屋根がなかったです。ちょ、ゴミかなと思ったら、ゴミが散乱してるのかなと思ったら、産地の私物が寝袋と椅子とハンガーにシャツがかけられてる。それ大丈夫ですか。そこに置いてて大丈夫ないもの。気になる。本当、遊びに行かせてください。はい、ちょっと交渉してみます。はい、カズさん、僕にもできるストレッチを教えてください。じゃあ今日は俺がね、選手の時によくやってたストレッチを教えるわ。まず最初、どっか壁を持ちながら、こう足首を持って伸ばす。で、何に気をつけないといけないか分かる？バランス、バランスをね、しっかりとって、で、ここを伸ばしたいから、こう開くと違うところ伸びるよ。だからちゃんとまっすぐにして伸ばしたらちゃんとくるでしょ。で、これを、慣れたら手離してちゃんとバランスを取る。ダメだ、それじゃ。それダメだ。バランスを取ることで、ほら、ストレッチにもなるし、ちょっと体幹トレーニングになる。いいっしょ。分かった。完璧っしょ。みんなもやってみてね。バイバイ。フィットネスジムベースワンは、安心安全にご利用いただけるよう
徹底した感染対策を実施しています。検温、健康チェック、トレーニングマシン使用後の除菌作業など、すべては皆様の安心安全のために。月額1000円から始められるフィットネスジムベースワン、8月1日紅葉店がオープンしました。詳しくはベースワン紅葉店で検索してください。日常的な侍体験のお問い合わせはスターシャインプロモーションもしくはオフィス大義まで。